大港港は青森県陸奥市に所在する大港湾に面した地方港湾である。鎌伏山から見た大港港と陸奥市街下北七港の一つであり、明治以降は津軽海峡に対した本州側の用地として帝国海軍の軍港となった。太平洋戦争の末期は大港町であり、市政施行していない地域であったが、海軍の基地があるということもあり、 空襲を受けた。終戦直前には海軍関係者も合わせて町では異例の10万人近くの人口があった。大港は現在でも海上自衛隊の基地があり、青森県以北を警備担当区域とする大港地方隊の地方総監部が置かれている。大港に限って言えば比較的第三次産業の比重が高い。現在は 独立行政法人海洋研究開発機構の保有する地球研究船未来となった原子力船、陸の宮廷傾向が置かれていた。大港下北府島に総工費23億円をかけて建造したが、陸の放射線漏れ事故により、機構を拒否され新たに、陸市北部に関根浜港を建設することとなった。 急母校施設は、今も日本原子力研究開発機構が所有しており、原子力機構や、日本海洋科学振興財団、日本分析センターの研究施設が所在する。新定傾向の関根浜港ともども、海と原子力関連の研究施設が集積しており、6つ市自体は海、先端技術との関わりの中で、海洋研究拠点都市として発展することを希望している。 原子力線低傾向とは引くことバンク、海洋拠点都市を目指してむつし、ありがとうございます。